で。逃げちゃダメ。いろいろ試してみないと。試したことがないとでも思ったのか。もうこのために犠牲者を出したくない。もらった贈り物見たかい？バーヤが言ってた。これは外の世界から来たもの。ご先祖様が持ってきた家宝なんだ。そうだ、童謡も一曲教えてもらったんだ。確か四方の山野に響く朗唱。時が過ぎるのはあっという間じゃな。わしも年を取った。愛しの孫娘よ、こっちへおいで。ずいぶん重たくなったの。もう一人前じゃ。これが何か知っているか？我が家の家宝じゃよ。ばあやの先祖たちがこれを抱えてここへ来た。それを今童謡と共にお前に託そう。通り抜けるは川一筋。この目で見てきたんじゃ。
大勢の人間があの霧に入っていったが、一人も帰ってこなかった。もう危険を冒すのはやめた方がいい。これで全ての装置が灯ったな。高いところから周りをよく観察してみようぜ。4つの明かりは全て灯した。これから何が起きるのだろうか。うーん、いい天気。気を抜いたらダメだって分かってるけど、ついつい夏の太陽を満喫したくなっちゃうね。クレ、お魚をドカーンしたい。クレ、ここはモンド城じゃない。警戒を怠るな。うん、分かった。パイモンちゃん、ドド大魔王を見つけたら一緒に説得してね。そしたらお魚をドカーンしに行こう。いいぞ、約束だな。ドド大魔王、一体何者なんだ。ああ、私もこの地は初めてだからな。それにクレイには申し訳ないが、私がなすべきことは大魔王の説得ではなく、君たちの安全を守ることだ。突然の手紙に、常人ではたどり着けないような軍刀。偶然にしてはよくできすぎている。このような招待状が子供に届くはずがない。確かに怪しいよね。うん、私もしっかりしないと。みんな、この辺りを探索してみようぜ。パイモンの言う通りだ。晴れているうちに辺りをもう一度確認してみよう。見たことも聞いたこともない島だったけど、あなたがそばにいると不思議と安心できるな。そうだ、せっかくだし泳いでみない？綺麗な景色を目の前にするとバーバラは相変わらず気が緩むな。旅人、安心して探索してくるといい。もし危険を察知したら私がすぐ駆けつける。面倒なことが起きなければいいんだが。Yeah.